はーい、お疲れ様です。素本三つです。言論プラットフォームの報道チャンネルになります。今回の嵐なんですけど、YouTuber が完全終了だーっていうのは、そんな話題になるんですけど、こちらですね、人気 YouTuber 事務所南極、ウーム赤字身売り表明だーっていうことで、めちゃめちゃ有名なね、あの、ウームっていう、ヒカキンさんも所属する YouTuber 事務所なんですけど、その事務所がもう大赤字だーっていうことで、身売りをね、えー 発表してるんですよね。 まあ最近ネットでもいろんな YouTuber が収益が減ってるっていうことで動画上げたりだとか出たりしてるわけなんですけどマジでヤバくなってきたっていうことで事務所もえこうやって身売りしないといけない状況になってるんですよねだからここ最近では高校生のなりたかった職業の YouTuber っていうのが関わりつつあるぞっていうマジで YouTuber の時代が終わってしまうっていうのはそんなお話ですねということで見ていきましょうもとみつのチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録 チャンネル登録もよろししくお願いします。ということで記事を見ていこうと思うんですけど人気 YouTuber 事務所南極ウーム赤字ビューリ表明だっていうことでヒカキンさんら人気 YouTuber の事務所を運営するウームが南極を迎えているっていうことでまあ、ヒカキンさんとかがね、所属してるその事務所ウームなんですけどいろんなクリエイターがいるんですよねまあここら辺はめちゃめちゃ長、えー、売れてるようなそんな人たちですけどまあ、もちろんいろんなね売れてない人もいるというようなそんな事務 事務所の状態なんですよね2023年5月期は上場以来初の赤字に転落し広告関連事業を手掛けるフリークアウトホールディングスへの身売りを8月表明したということで、まあ、ここが買うよってこの、UU、UM っていう事務所、ね、で動画再生に応じた広告収入が減っており経営立て直しが焦点となるということでもうすでに大赤字なのにここは買うぞーってなってるわけですねで業績悪化の原因は最大60秒と再生時間 のの短い YouTube ショート動画人気の高まりだショート動画は広告単価が安く通常動画の減収を補えなかった動画投稿アプリ TikTok などとの、えー、競争も激化している23年5月期の連結純損益の赤字は10億円に達したということで、まあ、このショート動画のせいで、まあ、業績悪化してるぞっていうことを、ね、言ってるわけですねフリークアウトは8月14日からウームに株式公開買い付け TOB を実施している UUUM 創業者で ヒット株主の蒲田会長らが TOB に応じる TOB は9月8日までで発行済み株式の65%を上限に最大97億円を投じる UM は当初グロース上場を維持しフリーカウント参加で広告市場への展開やコスト削減を進める見込みだ、まあ、ということで簡単に言うと YouTuber 事務所の UM は今のやり方じゃうまくいかなくて赤字になっただから他の会社が買い取ったっていうような 感じなんですけど、まあ、今のそもそもねこの、UU、UM のやり方ってどういうものなのって感じなんですけど、まあ、その事務所に YouTuber として所属すると案件がもらえたりだとか有名な YouTuber とコラボしやすくなるわけですよね、まあ、そういったメリットがあるんですけど逆にこの事務所に入っていると収入の一部を事務所に払わないといけないんですよ、まあ、そういう契約になるんですけど、えー、ここに書いてる通り、U、UM 所属でも月額平均高校収入は6万7000しかねえぞっていうことで、えー、高校 広告収入の2割は事務所の取り分となりということで事務所に所属するとその、えー、配信をしている、えー、チャンネルでは広告収入の2割は事務所が持っていくんですよねで実際に、UU、UM 所属 YouTuber の元に入るのは広告収入の8割つまり平均6万7000円余りとなるということで、まあ、チャンネルあたりの平均、ね、収入は8万3972円らしいんですよ まあ、ウーム所属の YouTuber ね。で、そこからさらに2割減られたら、もうかなり平均としては低い数字になるぞ。まあ、これで生計立てるのはかなり厳しいんですよね。しかも、あの、めちゃめちゃ売れるようになって、稼げるようになっても、2割は事務所に持ってかれるってなると、いやー、それはちょっと厳しいなーっていうことで、ウームを対処する人もいっぱい出てきたっていうことなんですよね。しかも、その YouTuber それぞれのこの広告収入っていうのも、今めっちゃ減ってるぞーっていうことでね、話題になってるんですよね。まあこんな 感じで YouTube で調べても、えー、なんか再生数に割に合わなくなってきてるっていうようなそんな動画もいっぱい上がってきてるんですよね YouTube 収益再生期の100分の1だとか、まあ、どんどんね、えー、収入が減ってるっていうようなそんな動画いっぱい上がってるんですよ、まあ、なのでおのずとこのね2割をもらってる、UU、UM u の事務所っていうのは、えー、収入源が減ってきちゃうわけなんですよねそして今回10億円の赤字だっていう話なんですけど、まあ、そうやって身売りをすると いうことを発表して、さらに有名な YouTuber が外に出てっちゃってるみたいなんですよね。こちらの記事になるんですけど、ウームのウェブサイトから新たに10組のクリエイターが削除されるっていうことで、稼ぎ頭のクリエイターがどんどんいなくなってるって。確かに見売りして買い手は見つかったんですけど、その中身がね、えー、どんどん減っちゃってるぞと、スカスカになってきつつあるんですよ。大手 YouTuber 事務所、ウームのウェブサイトから10組のクリエイターの情報が削除されたことが分か 分かりましたということで、あざみ夫婦ら10組がウェブサイトから削除だっていうことで、まあ、10組のこの YouTuber、もとみつはどれも知らなかったんで、ざっくり見ていこうと思うんですけど、9月4日までに、UU、UM のクリエイターページから削除されたのは、あざみ夫婦、登録者79万人あと、テキトテキトっていう、えー、同39万人、登録者39万人とか、イーゼル芸術工房、えー、これも15万人、全チャンネル、えー、14万人、 えー、メインフェイズ13万人ミキーマル Z11 万人とかアキピオ10万人だとかあとで、ねえー、10万人弱の、えー、YouTuber たちそれ10組が、えー、いなくなってるぞーっていうことで対処してるみたいなんですよあざみ夫婦は都内で勤務するアラサーエルあざみ旦那のショーエイ生後1ヶ月のひーちゃんによるチャンネルですショート動画を中心に夫婦生活や育児の Vlog を投稿しています敵とはロブロブックスやフォートトナイトの 実況をメインに活動しているユーチューバーで、ゲーム内に恐ろしいモンスターを登場させ、捕まらないように逃げる企画で人気を博しています。ということで、まあ、いろんなユーチューバー、人気なユーチューバーがいるわけなんですけど、特別育成コースから専属になったのは一組だけということで、今回削除された十組のうち、全チャンネルを除く、全チャンネルとややこしいね、これ全チャンネルっていうね、ユーチューバーね。を除く九組は、昨年九月に始動した特別育成コースに所属。し そういういのがあるんだね。このコースは2022年9月から2023年8月の期間でビジネスを競争する専属クリエイターを目指す人へ向け集中的にサポートを行うことを目的としており12組が参加していましたうち2組は今年5月時点で掲載が削除されており現在も、UU、UM に所属しているのはジャスティスターのみとなりますということで、まあ、こういう YouTuber だけが残っていると。 まあ、ウームとしては、このコースに入れてみんな育てますよーって、それでね、自分たちの売り上げを上げようとしてたわけですよね。だって最終的にその広告収入から自分たちのね、えー、売り上げ上がるわけだから。で、えー、ジャスティスターは、今日も誰かのヒーローをもッとに、栃木県足利市を拠点に活動する同級生7人組クリエイター、オチの読めないショート動画や、登録者数で立場が決まる世界など、不思議な世界観のストーリー動画が注目されていますという、そういう YouTuber なんですけど、昨年くらい。 月の特別育成コーススタート時ジャスティスターのチャンネル登録者数は約5万人でしたが今年8月末時点では約80万人とこの1年で16万人増やしていますということでこの特別コースってやっぱすごいねっていう話なんですよねで他の参加者の中ではテキトが約7万人から38万人に増やしていますがあまり変化がなかったチャンネルもありましたと一応この特別コースに入ったらすごく、えー、登録者が伸びてるぞーっていうような、ね そんなねコースみたいなんですけどけどこの特別コース世界 せっかくウームが頑張ってやってみんな育ったのにその育った人たちがみんな辞めちゃってるぞっていうことなんですよねこのジャスティスターしかいねえっていうような話なんですよせっかく育ててもどっか行っちゃうんですよねまあ、そりゃ有名になったら事務所なんていらねえよーってそんな感じになるんだと思うんですけどなおウームのクリエイター紹介ページからは9月1日にも夕闇に誘いし漆黒の天使たちら複数組の YouTuber が削除されていますってこれなんかあのおばあちゃんのね、えー、飲食店に you mm -hmm. 大炎上してた人たちですよ、ねまあ、むちゃくちゃな人たちも、UU、UM にいたと、まあ、この人たちもこの事務所を辞めてるということでヒカキンやはじめ社長が所属する、UU、UM は数年前からクリエイターの対象が続出従来のアドセンス収入に依存するビジネスモデルからグッズ販売や P2C ブランドの展開などに転換を進めていたものの2023年5月期の決算では最終損益が10億円の赤字に転落しました先月にはインターネット広告 のフリックアウトを傘下に持つフリックアウトホールディングスが、UM の公開買い付けをすると発表しており、UU、UM は子会社化される見通しとなっていますと。 まあ、そういうのが発表されてさらにこのね 10, 10組の、えー、YouTuber が、えー、いなくなってるっていう話なわけですよねまあ広告収入が減ってるぞっていうのも一つあると思うんですけどこのビジネススタイル自体がもう完全にな合ってない気がしますけどねだって有名になるように育てちゃったらその人たちどっか行っちゃうっていうんじゃ全然売り上げ立たないもんねまあということで YouTuber も完全にオアコンじゃーんっていうようなねそんなお話になってくるんですけどこんなツイートも上がってくるんですけど ユーチューバーの時代もう終わってんじゃんと思ったら高校生の感度はもっと高かったっていうことで今ねユーチューバーがおわ込んだって話題になってる中高校生の感度、えー、もっとね敏感に感じてるぞっていう風なね話をしてるんですけどこんな記事が上がってるんですよ男子高校生がなりたい職業1位ユーチューバーから公務員に激変。 若者の貧困家で夢にあんかーっていうーいことで、まあ、これだけ YouTuber おわこんじゃねえかーって言われてるんですけどもう高校生はすでにあれもう YouTuber なんてなりたいもんじゃなくなってるぞーみたいなねそんなことになってるんですよね一昔前だったら YouTuber になりたいっていう子供たちめちゃめちゃ多かったわけなんですけど、まあ、これがねそのアンケートの結果になるわけなんですけど下から見ていきましょうか2021年の調査の時だったら男子高校生は YouTuber などの動画配信者になりたい っっていうのが1位だったわけなんですよね、えー、社長とかよりも YouTuber になりたいとか IT エンジニアよりも YouTuber になりたい公務員よりも YouTuber になりたいそんな、えー、統計になってたわけなんですけど現在、えーまあ、2年経った2023年では1位が公務員なんですよそして IT エンジニアだとか会社員だとかいろいろあるんですけど YouTuber の動画配信者はここに入ってるんですよね8位だーってだいぶ下がっちゃってるんですよまあそれも高校生はね早くて 気づいいて敏感にねいや、YouTuber、もう無理でしょう今の時代みたいな、そんな風にね、高校生ですら思うというような状況なんですよね。まあ、えー、女子高生に関しては、もともとね、そんな高い、えー、ポジションにはいなくて、まあ、でも7位ってすごいか、YouTuber で、えー、将来になりたいって、7位に入ってたりするんですよね。まあ、それは2021年からほぼ変わらずというような形ですね。まあ、ということで、YouTuber のおわこかっていうのがね、高校生にも気づくような、そんなレベルまで来てるぞっていうような話なんです。 けどネットの意見もね見ていこうかなと思いますまあ、どんな業界も10年一区切りを、配信バブルの時代は終わったということだなっていうことでもう配信者のバブルは終わりだーっていうようなね、そんな意見ですよね。とか、他には、やっと気がついたのかーって感じって、まあこんな時代無理だろうっていうようなね、そんな話だとか、他には、賢くなった若い世代、未来は明るいぞーっていうことで、おー若い世代よくわかってんじゃんみたいな、そんな意見だとか、他には、こちらで知り合い所属 ししてるけど一部以外は仕事なながらで売売れないバンンドマンと売り2つだったってだったらライブハウス行ってた方がよっぽどいいなっていうことでまあそうだよね平均は8万円ってさっきの記事にも書いてたから YouTuber でウームの事務所に入ってね生活それで生きていくっていうのはまあ無理なんですよね平均がだって8万だもん無理でしょまあこちらもいいでさせていただきますねとか他にはこちらねショートがどうこうより魅力的な YouTuber がウームの運営に不満を感じ出ていくことが 多くて面白くて数字取れる人を囲えなくなった結果採算性が悪くなったんだと思うってまあ普通に事務所の運営の仕方が悪かったじゃねーっていうのはそんな意見ですねとか他にはもともと YouTuber なんて Google の気まぐれな人商売に頼ったビジネスモデルってまあその広告収入って Google からもらうわけだからねまあ確かに元は Google だよねでそもそもクリエイターが自己完結で作ってたコンテンツのマネジメントや企業とのネゴで20%上回る なんで10億も借金できたってミッドタウンの事務所とか従業員600人とかいらんやろっていうことでまあそもそもクリエイターが稼いだ分のそこから20%もらえるわけだから一体何のマイナスがあって10億円も借金できたんだっていうようなそんなねツッコミも上がってますのでこちらも入れさせていただきますね。 ということで、今回は YouTuber がおわこになって、事務所が身売りを始めてしまうっていうような、そんなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。もどみずのチャンネルでは、ジジニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。